谷さんすいません、今お時間とか大丈夫ですか？だったらインタビューだけしてるものなんですけど、テレビでやってまして。ってないです今、はい、ちょっとカップルの本音を調査してみたみたいな本音を調査なんですけど、ちょい見返り的なものはあるんですか、謝礼というか。もちろんです。求めるならば、はい、少しはいただければよろしいですか。いいですよ、はい、どちらで出会われたんですか？あのお仕事関係です。お仕事関係、会社です。あ、会社で。私が契約社員で、はいはいはい、派遣された会社の上司、はい、あ、そうなんですね、はい、まずいですね。付き合われてどのぐらいなんですか？まだ1年ぐらいかな。ですね、うん、1年ぐらい。今おもちゃ屋さんから出てこられましたけど、はい、そうですね。こういうのも聞くんですね。そうですね、うん、そうか。実際普段からおもちゃとか使われてるんですか？まあ、あんまりなかったんですけど、そういうのってやっぱ見て買った方が安心、うん、サイズ感とか。ああ。でどうかなっていうんで来てみたんですよ。でいろいろと。なるほどですね。まあまあ使ってますけどね。ちょこちょこ。でも少しだけちょっと。とてもとてもとてもあれですよ。絵的にもらえたら。いいですか。ちょっとこっちです。チラッとチラッと。こんなんですよ。え？え？なんか見えましたね、今ね。もう一回見ていいですか？あ、な。アナル。マジですか？もう一回いきますか？アナル。アナル。ちょっと顔をぼかし入れるんで、え、顔まで映しちゃっても大丈夫ですか？どうする？雰囲気だけ見たくて。ぼかし入るなら。でも、マスクは、マスクはマスクのまんまで大丈夫ですか？あ、もちろんマスクのまんまで大丈夫です。うん、はい、もうちょっと上上げる。はい、よし、これで。はい、ありがとうございます。アナルファックとかもするんですか？だからあの徐々にできたら、それを今試そうと。試そうとしてるんですね。だからだんだん太めのやつを。あ、そうです。はい、出会われる前からその開発はしてたんですか？いや、それ知ってないよね。あの、なんかお菓子の、はい、そういうの入れたことある。リアルだな。え、お菓子のってなんか筒みたいなお菓子のがあったりするんですか？結構入れるの好きみたいですよ。すごいっすね。まあ、インタビューこれで OK なんですけど、実は僕はAV の制作をやってるんですよ。あ、テレビの他に。テレビの他に、はい、なんか興味ないかなって思ったんですけど。あ、どうっすか、何度調整に。ああ、言うと、出るんですか？はい、出演。俺は出演してみませんか？そういうのはちょっとだよね。それ会社悪いんじゃないですか？まずいんじゃないですか、会社的に。いや、でも出てみたらやっぱなんか気持ちも変わりますよ。いや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 。いや、クビになっちゃうよ。ね、いや、そこちょっと面白くないですか？あんまりそこはいいですよ、別に。そこは興味ないですか？そこは大丈夫です。難しいところすみません、はい、ちょっと今お時間大丈夫ですか？あ、いや、なんすか、ちょっと僕理想のカップルに声かけしてみたっていう番組やってまして。あ、あの二人すごいね、あのいいカップルそうなんで。あ、すごい、声かけてもらったんですね。インタビューとかちょっと、はい、すいません、いいです、大丈夫。少しだけちょっとお時間いただけないですかね？いやいやいや、ちゃんと答えてくれたら、まあ、出演料とかも
っかりお支払いします。いや、今何買われてたんですか。何ですか。今のお店の前で僕貼ってたんですけど、はい、おもちゃ屋さんから出てこられましたよね。いや、まあ、いや本当すみません。めちゃめちゃ、だって どこまでついてくるんですか。今日全然人がいなくて、僕も今日取れ高がないんですよ。どうかお二人にちょっと出演してもらって、今日何とか終わりたいなって僕も思ってて。インタビュー答えるだけですよね今。全然答えるだけです。まあじゃあちょっと言ったらいいですよ。5分ぐらい。いいじゃん、5分で終わりって言ったし。付き合ってどのぐらいなんですか。2ヶ月ぐらい。そうですね、2ヶ月ぐらい。結構ラブラブですよね。じゃあまあで、今なんかお店で買われたんですよ。見ます？いいっすか？痛いっすか？いいっすか？痛い、どうぞ。まあ、いいじゃん、いいじゃん。いいけど売ってるやつだし。いいけど、はい。え、これ何ですか？え、出すの恥ずかしくないですか？ここでさすがに出すの恥ずかしいと思うんですけど。じゃあ、ちょっと口で教えてもらっても。これは誰のお趣味ですか。これはまあ2人とも、まあ、僕はちょっと1個欲しいのがあって、はい、あとは彼女よ。何個買ったんですかこれ。4つかな。4つですか、うん、こんな綺麗な可愛い彼女どこでゲットしたんですか。まあ、僕バーで働いてて、はい、あそこにちょっと飲みに行った。なんかいつもと全然違うね。恥ずかしいな。どういう感じでやったんですか。働いててお客と来てみたいな。あ、そうですね、最初は、はい、友達と一緒に行って、友達と行ってで、ヨタ君が働いてて。あ、いや、ヨタ君で僕のことですね。あ、ヨタさん、働いてて、はい、なんか私が酔っ払っちゃったか、酔っ払っちゃった、なんか解放してくれたっていうか。なるほどですね。で、どういう感じで付き合うまで至ったんですか。結局なんかまあ普通にその日のうちに、はい、泊まることになって。え、泊まることになって。泊まることになってなって、まあ、お酒でなんか動けないみたいな。いや、動きに、まあ、そんなめちゃくちゃ、まあ、なんか、いい感じになってるって。ちょっと酔ってた、はい、うん、酔ってたんですよ。何もしないですか。付き合うことになったって。いや家に帰って告白でもしたんですか。告白は、まあ、そんな感じです。嘘じゃん。え実際何したんですか。いいじゃないですか。教えてほしいです。実際やっちゃったっすよ、はい、実際やっちゃいました、はいはい、それはまあそう。めっちゃ照れてるじゃないですか。いや、だって言わなくていい。えそう、なんか言っちゃ悪いですけど、そのワンナイトでどうして終わらなかったんですか。ワンナイトとかない、ないよ、ない。ワンナイトないですか。ない。ヨタ君だからいいかな。ヨタ君のどこの辺が好きですか。ヨタ君、優しいし。優しい、うん、なんかバーとかで働いたらかっこよく見えるよね、うん、優しく見えるよね。そう、かっこいい。かっこいい。今まで付き合った人の中で一番かっこいい。ベタボレじゃないですか。いいっすね。僕もでも一番、はい、付き合った中で一番、はい、かわいい。おお、いいっすね、羨ましい。すごい羨ましいっすね。彼氏さんはどこが好きなんですか。まあ、言うまでもないんですけど。あ、顔かわいいっすよね。あ、顔かわいい。顔だけなんですか。顔かわいいで、顔だけじゃないじゃない。めっちゃ優しいし、はい、
ご飯とかも作るの上手なんですよ。そうなんですね。意外と家庭的だったりとか。あ、なるほど。かなさんは何か仕事されてるんですか？あ、私は美容師やってます。お、美容師、はい、確かに髪型とかめっちゃおしゃれですよ。すごい。ちょっと見ていいですか？あ、はい。これは何の、何ていう髪型なんですか？これ普通にポニーテール巻いただけですけど。ポニーテール。カルさんの、カルさんの顔以外に好きな部分ってあるんですか？顔以外ですか？いや、全部好きっすよ。なんか体も全部好きっす。おー、体も。胸めっちゃでかくないですか？あ、めっちゃでかいっす。ちょっとなんで。いや、でもあんまちょっと撮るな。あ、撮るな。撮るのやめます。顔だけにしてください。ちなみに何カップぐらいなんですか？だってこれ、なんで？まあ、言いたくなかったらいいよ。まあ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 。今 H ですけど。H？ うん。マジか。ちょっと撮るのはダメ。撮るのダメ。下ネタ多くないですか？じゃあ、まあちょっとインタビュー、最後なんですけど、もう二人はなんか、このまま結婚されるんですか？まあ、しようか、したいねって思います。まあ、なんかもっとしっかりしないとダメだなって。じゃあ、ありがとうございます。これでインタビュー、あ、 OK なんで、はい、まあ、出演料をお支払いしたいところなんですけど、はい、まずはちょっと一個相談で、はい、僕実はAV の制作やってるんですよ。はい、あ、なるほどね。わかります AV と。まあまあ、はい、見たことあります？まあ、あります。あります。ある。まあ、そう AV ないですか？ちょっと単刀直入に、はい、よかったら出演してみませんか？いや、それは無理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 、ちょっとそれは無理です。無理ですか？それは無理です。なんだろう、打ち合わせ来てくれたらお金払いますよ。その分もちゃんと謝礼としてお出しするんで。それと打ち合わせだけで終わんないじゃないですか？え、打ち合わせだけで終わんなくないですか？いや、もちろん打ち合わせだけで終わりますし、2人の同意がないと僕もいろいろできないんで。いや、2人で出るってこと？2人で打ち合わせ行くってことですか？2人、いや、僕も混じって打ち合わせですよ、3人で。うん、まあいい。もちろんあの2人 の、 あのお時間とか無駄にしたくないんで、あのお二人がいる場所に僕が行く感じでお話できたらなっていう、全然邪魔にならない時間で。え、いくらもらえるんですか？正確な金額ですか？正確なやつ、はい、5万は出します。マジっすか？はい、でかっ。大丈夫です、5万は出ます。え、でも2人じゃないとダメなんですか？まあ、2人で多分あの来てもらった方が、そのまあ2人に話したいんで。いや、あの話聞くだけだったら別に。話聞くだけでいいですよ。だって嫌って言えばいいんですもん、そこで。2人ででいいですか？あ、2人で全然いいですよ。2人で来てほしいですね。じゃあ話聞くだけだったらいいですけど。話聞くだけだったら、飲んでます。はい、もうお邪魔してもいいですか？はい、どうぞ。はい、すいません。いい、ほんま軽く回させてもらってもいいですか？はい、いいですよ。すいません。今日は 何の帰りなんですか？今日なんか別にあんまり何も考えずに出てきて、はい、いつも飲むときここら辺に、はい、浅草近いんですか？そうですね。まあ、ちょっと今日来てくれたら、はい、まあ、怒ってくれるかなみたいな。ああ、言ってたか。まあ、言いましたけどね。はい、言いました。え、でも今日、今日こうやって電話くれたってことは、
もしかして話聞いてくれるとか、もしくはもう出たいとか、もうなんか決まったんですか、2人の中で。話はね、来てね、ちょっと今日からあって、うん、話聞いてくれるんですか。いや、聞くだけです。聞くだけだったらいいよ。いや、嫌だって、彼女嫌だって。まあもう聞いたらね、変わるかもしれないじゃないですか。だって、うん、いや、一応聞いてみる。うん、話だけ。まあ彼女さんから、その AV に対してどういうイメージ持ってますか。ちょっと怖いね、怖い、うん、彼はじゃあどういうイメージ持ってますか。まあ、なんか別に出てる人とか、出てる人とかに悪いイメージはないんですけど、うん、まあ、見ててすげえなって思いますよ。あ、すげえな。すげえな。あ、なんだろう。え、出るってどんな感じなんですか。出るっすか。で、出てほしいって言ってます。出て、どういうのか、なんかわかんないよね。話しますね。AV じゃないですか。まあ、単刀直入に言うと、彼女さんが AV 男優とエッチをするみたいな、なるほど、感じです。やばいですね、この包み隠さず言うと。なんで、まあ、双方のというか、二人が OK 出して僕もやっとやりたいなと。それオッケー出ないですよね。まあ普通出ないです。だからちょっとね、少しでも仲良くなって話だけでも。お金ってめっちゃ出るんですよ。お金好きっすね。聞いてみたいだけです。絶対出ることないけど、聞いてみたい。聞いてみたくない。じゃあ、うん、ちょっと分かんないけど、彼女さんはなんかもう100歩譲って、なんだろう。まあ例えばじゃあ。お金もなんか納得する額入りますと入って、で彼と一緒だったらありなんですか。ね、私決めらんないですよね。よくくんの言う通りにしよう。二人の決定権は彼さんにあるんですか、いつは。いや、まあ、大事なことはそうかも。まあ、その出演するメリットというか、まあ、やっぱ第一のお金、お金もらいますよと。結構納得する額で手打つつもりで、はい、で、まあ、次に性生活のマンネリ化、マンネリ解消とかあるんですけど、2人はもうラブラブなんで必要ないなと思ってます。あと彼女さんが浮気じゃなくて他の男性とエッチができる、そこを魅力感じませんか。浮気じゃないですよ。だって隣にヨウ君もいるんですよ。それメリットなんですか。あと彼氏さんのメリットは普段の彼女の違う一面が見れるっていう、まあ、例えばもうエッチするじゃないですか。だからね、ぶっちゃけそのちょっとだけ彼女がもうそういうのなんかこう AV とかに出てたら、もし出てたとしたらやっぱり俺酔ってるもん。出てたとしたらちょっと買っちゃうかもしれない。ちょっと見てみたい気持ちは。なんか面白いですよね。自分の身内がなんか作品になって世に出回っているみたいな、なんか、まあ、自分のことですけど。何、私も言ってたら買うの。いや、見たいじゃん。買うんだ。あ、わかんない。これがちょっと男と男性かも。買うんだ。キューラのスイッチ、そういえばこの前買ったおもちゃ使いました。使ったって。使いましたよ。あ、使ったんですね。気持ちよかったですか。よかった。教えてください。何使ったんですか。いや、言わ
言わなきゃダメじゃないですかこれ。聞きたいです。なんかあのバイブ、バイブ、バイブと、あとなんかあのブルブルするやつ、ブルブルするやつの、うん、あとこれつけてますよ。え、これつけてますよ。マジって言うんですか。え、今つけてるんですか。やだ。ちょっとブルブルしてます。今つけてるんですか。マジだ、ね、今やってます。え、止めて。え、止めてほしい。今、え、ブルブルしてるんですか。今してますよ。ラブラブというか、変態というか入れたいでしょ。え、ポケットって止めてほしい。あ、止められた。じゃあすいません、いい返事を待ってます。連絡ください。あ、終わりですか今日。連絡します。え、あ、ちょっと今日の、はい、あれ待っていいですか。すいません。あ、もしもし。あ、もしもし。あ、すいません、ちょっとテレビ消すんで、すいません、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、はい、あ、もしもし。あ、もしもし、どうしました。あ、起きてました。起きてます。あ、すみません、今日はいろいろありがとうございました。あ、全然こちらこそお話だけさせてもらえてよかったです。どうしたんですか。あ、いや、あの後、あの、はい、あ、浅草のホテルに泊まってるんですけど、僕ら、よく、もしだって来ます。え、来ます。あ、来ますっていうのは、まあ、来てもらって、はい、うん、いいんじゃないかなって感じなんですけど、どうですかね。あ、え、撮影していいってことですか。まあまあ、そんな雰囲気です。あ、本当ですか。カンルさんと話はしてるんですか。もう、うん、まあ、いろいろしましたね、はい、あ、してるんですね。急っすね、結構、はい、めちゃめちゃありがたいんですけど。いや、無理だったら全然いいんですけど。じゃあ、無理だったら、行く方向でちょっと準備しといてください。寝ないでくださいよ。絶対行きますから。あ、はい、じゃあホテルと部屋番号送っときます。あ、助かります。はい、はい、行きます。ありがとうございます。はい、じゃあまた。はい、後ほどで。はい、は